アジアカップ、来年1月12日開幕、カタールの1次リーグ組み合わせが決まり、日本はインドネシア、イラク、ベトナムと同じ D 組に入った。ライバル。韓国はマレーシア、ヨルダン、バーレーンと同じ E 組に入ったことで、韓国紙、朝鮮日報など複数の同国メディアは、決勝トーナメント1回戦で日韓戦が実現する可能性に言及。日本が D 組を2位通過となった場合、韓国が E 組1位で突破した時に、1回戦で激突することになるからだ。韓国メディア、デイリアンによると、11日にカタールドーハで行われた抽選会に出席した韓国代表のユルゲン・クリンスマン監督は、日本のような強いライバルたちと早く対戦しない方がいい、と冗談めかして語った。もし日韓戦に負けてアジアカップ16強敗退となれば、韓国国内で解任ムードが高まることは必至。そんなことを念頭に置いているのかもしれない。両国が共に1次リーグ首位突破なら、決勝まで対戦はない。アジアカップで日韓戦は実現するのか？